2024年8月29日、ドジャースの大谷翔平選手とその愛犬、デコピンが始球式に登場し、見事なコンビネーションで大役を果たしました。写真12枚、大谷翔平と愛犬デコピンによる最も可愛いい始球式を見る。大谷翔平愛犬デコピンと始球式に登場。8月29日、日本時間、本拠地で行われたオリオールズ戦。大谷選手は愛犬。 デコピンと共に球場入りしました。そして試合前、大谷選手と同じ17の背番号のユニフォームを着たデコピンを抱えマウンドに現れた大谷選手。デコピンと一球のボールをマウンドに残し、大谷選手はキャッチャーのポジションへと向かいます。するとデコピンは目の前のボールを加え、キャッチャー大谷選手の元へ一直線。しっかりとボールを届けストライク。 大谷選手とハイタッチをするデコピン、大谷選手同様、見事なプレーで観客を魅了しました。さらに、大谷選手は試合後のインタビューで、今回の始球式に向けに3週間練習してきたことを明かしました。大谷選手、訓練というか、投げて取ってくるの延長みたいな感じでしたね。緊張しましたね、打席よりも。